の世から消えるがいい。これで終わりだ。エストロワ強いな。アルビスたちが帰ってからさらに数日後、こちらから送った使節団も帰ってきた。ユーラザニアの騎士団はさすがの一言です。一兵士に至るまで魔王カリオンに徹底的に鍛え上げられていました。さすがはビーストマスターというところか。他には？はい、向こうの建築物はテンペストに比べれば粗末なものでした。しかし王宮には税が凝らされ、富の一極集中が顕著のようです。リグルがこんなに立派で、ですが悪い意味ではありません。住人がそれを望んでいるのです。建築だけでなく工芸その他も今の我が国の技術力が上回っております。怪人たちが来てくれた上に黒ベイやシュナがいるからな。しかし一つだけ目を見張るほどに素晴らしいものがございました。それは？農業です。我が国とは比べ物にならぬほど広大な田畑が広がり、農作物が彩り豊かに実っておりました。その技術は俺たちでも習得できそうなものか？おそらくは可能かと。よし、次の使節団には農業面を重点的に視察してもらおう。今では食料事情はかなり改善されておりますが、未だに試行錯誤を続けているものもあります。そうした状況の改善に何か役立つかもしれません。よし、じゃあ俺はドワーフ王国へ行く準備があるから、あとはみんなに任せる。リグルト、頼んだぞ。はい。リムル様。ん？お許しいただけるなら、次回からはリグル殿を使節団の団長に指名してやってくださいませんか？どういうことだ？魔王カリオンは信用できる人物だと判断しました。死者を無下に扱ったりする心配はありません。ならば俺は国の守りとしてここに残る方が得策かと。うむ、その上でリグルになら任せても大丈夫。そういうことだな。わかった、いいだろう。しかしお前がそこまで信用するなんて、カリオンは力だけの王じゃないってことだな。そうですね。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。おいおい、死者が喧嘩売るってのはどういうわけだ？業にいれば業に従え、この国での挨拶みたいなもんだろう。悪いが、リムル様と手を組むにふさわしい器か試させてもらう。ずいぶん乱暴な国だと思われてるみてえだな。違うのか？残念だが、あながち間違ってもねえんだよな。強大な魔力の接近を感知しました。さっさと終わらそうぜ。よし、やってみるか。我が導いてやろう。苦しゅうないのだ。よし、ひらりなのだ。とっておきだ。対応策はよっ、とっておきだ。この世から消えるがいい。これで終わりだ。強いな。私には通用しないのだ。危ねえ。熱い。このスキルで行くぞ。対応策は…やっ、行くぞ。
っておきだ。やるな。せい。マジ。私の出番なのだ。対応策は。敵は必ず。やるな。英雄と共にお前たちを守護しようぞ。テンペストプロテクション。うん、我に任せておけ。消えるがいい。これで終わりだ。ストロワー。申し訳ありません。私が負けたのか。ぶちかましてやるのだ。ドラゴンバスター。どうだ、すごいだろ。マジかよ。どうだ、えい、くらえ。耐えてみせろよ。私が負けたのか。遠征には慣れてる。このスキルで行くぞ。大賢者、一気に決めるぞ。こっちが切り札だ。くらえ。オラ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 、数字乱れ。マジかよ。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。メギド、これが俺の覚悟だ。マジかよ。私の前に合わせてみよ。もう息切れか。ならばしまいだ。ドラゴンワルツカルマ。優雅な私もいいだろ。マジかよ。どうだ。一番手が譲らんぞ。うりゃ、これならどうだ。
ヘルフレアなんかはさすがに使えないので、コテンパンに負けました。俺もまだまだです。お前。あ、ですが、フォビオには勝ちましたよ。そう。ダメだ。こいつはやっぱり外に出してはいけない男だった。